おはようございます。西田あたるです。で、えっと、今日の東京なんですけど、めちゃくちゃ天気が良くてですね、すぐ晴れって感じですね、でも暑いですね、まあ、皆さんね、もうツイッターとか見てみんな暑いついって言ってて、本当にもう、えっと、熱中症ね、気をつけないとっていうところになってきてますよね。もちろんそののウイルス系のね。 ものもありますけれども、いかんせね、とにかく、えっと、まあ、熱中症とかね、こんなまた違うフェーズに入ってきてるのかなっていうふうにも感じておりますね。で、今日の僕はですね、えっと、まずこのサブチャンネル、ちょっとね、今日は出遅れました、いろいろありまして、出遅れたと。でもね、今日サブチャンネル撮る、そしてメインチャンネル、そして今日の夜はライブ配信しようかなっていうふうに思っております。まずはこの3つをね、軸にしながら、次のプロジェクトのね、準備も粛々と進めていこうかなっていうふうに思っております。多くの方にね またご報告できることが多々、えー、できてくると思うのでね、その際には、えー、皆様ねともに盛り上がれたらなというふうに思っております。で本日なんですけれども、<laughs> と R と RP ですねこれ YOSARRP これ違いっていうところをねメインチャンネルでもかなりやってきているんですが。 えっと、ちょっとねより違いっていうところが見えてきたのでもう一度話してみようかなっていうふうに思っておりますもうね結構僕のチャンネル見ていただいてる方だと本当にね EOSR を購入しましたとか RP 購入しましたっていうねあの購入報告をかなりいただいてますもうインスタグラムツイッターそして僕のサブチャンネルメインチャンネルとかでもねコメント欄そして えーとライブ配信ですよねいろんな方々と多く交流する中でかなりのねよす R そして RP をご購入頂い,いてるかなっていうふうにね思っている次第ですねで <coughs> まあ僕のねこのサブチャンネルをご覧頂い,いてる方が昨日結構コメント欄で頂い,いたのが 昨日の、えっ、ー、と、ヨス R5 が出たあとのヨ、e、ス RP についてっていうね、昨日動画を出したんですけれども、ねこれ、RP 持ちながら。で、ふだんは RP で撮影してるんですが、昨日はですね、こちら、ヨス R でと、あとこれですね、ヨ、e、ス R と、このね、一号、三号で撮影してたんですよ。 でそういった中で皆さんねもうコメント欄とかでもなんかボケがめちゃくちゃ立体的ですねとか、えー、とカメラ変えましたみたいなレンズ変えましたみたいな形でね話いただいていたとで僕も確かにまあ客観的に見てた時にあ RP よりも R の方がなんかより立体感同じフルサイズそして普段からねこの RF の1535を使っている状態で。 その状態で、ね、えっとなんか墓紀感違うなってなった時に「あれ?」と「待てよ」って思った時にもしかしてこれがイオス R と RP の差なのかなっていうふうにねちょっと思い始めました。えっと、確かに 元々ローデーデタ触ってる時からねね写真の、ね、僕の場合色調補正結構かけるのであのそんなにね皆様にご覧いただく写真は RP で撮ったとか要するに R で撮ったとかね何で撮ったっていうことが正直分かりにくいんですがこのサブチャンネルに関してはこう収録しますでピクチャープロファイルピクチャースタイル ごめんなさいね、ここをちょっといつも忘れちゃうんですけどを当て込んだものをそのまま世の中に配信してるって感じなので要は、えっと、JPEG をねそのまんまありのままの JPEG をカメラが持っているね解像度そのままを、えー、っと動画丸、ま、っとお届けしてるような形なんですよなのでそのカメラ自体のスペックがめちゃくちゃ出やすいってとこですよね。た時に皆さんが見た時にあれ全然違うじゃないですけど立体感が今日ねボケや 方こうやってこういう風に感じで来ると、後ろがより背景ぼきはすごいと。で、同じね、1535のレンズ使ってたのに違うっていうことで、これは根本的に 4SRRP と比べた時の R の方が、やはり画質画像が優秀なんだっていうところにね、ちょっと帰結したわけですよね。で、現に僕も前々から、えっと、ローデータをいじるときにね、やはりアンブの粘りは RP、 のアンブアンブのここう起こしていく作業シャドウを持ち上げる作業ねローでそういった時には R の方がやっぱり全然優秀ですねっていうところはまああのもう肌感覚ではあったんですよ。なんですがやはりこの動画を撮ってそのなんか画質がいいぞっていうその何かっていうのはやはり暗部とかのの粘りというか暗部の情報がより豊かにあるイオス R の方がよりよく見えるってことですよね。やはり画質の 幅が大きいということで画像幅がね。そういった意味で R の方がやっぱ優秀だったっていうところでね、現状結論付けてもいいのかなっていうふうにね、思ったりした次第なんですよね。うん、で、今日実を言うと、今この収録しているカメラがですね、1DXM3 a r k で収録しています。で、それもそれでね、やはり 1DXM3 ってめちゃくちゃもう最高級機、90万円とかで、で、えっ、ー、と、絶対に優秀な機種じゃないですか。そして、ね、あの、 ローパスフィルターも素晴らしいそして DEJICX で d、えー、デジック x の映像エンジンと最新の CMOS センサーというところで今も取って出しの状態ですよねこういったところでこれからはこのセカンドチャンネル、えー、っとサブチャンネルを新しいカメラの,あのムービーでねそのスペックを見ていくっていうなのでこれからは今日は RP で撮ってますとか今日は R で撮ってるんですよねっていうところを一言入れていこうかなっていうふうに思ってるのはそれを見るとあ あやっぱ要素あるいいなとかあ RP はこのぐらいかやっぱりとかねこのぐらいなんだな RP もでも悪くないじゃんやっぱりとかそういったいろんな環境下でもう僕の場合はこの撮ったまんまを世の中に出しますのでもちろん話は聞いてもらいたいっていうのは前提なんですけれども画質を見た時にあこれがこのカメラの持っている要はそのそ素養の良さスペックなんだなっていうね画質の。 では、引いてはこれは写真にも反映しますから、必然的にね、暗部の粘り、こうやって日陰になった部分、今とかこっちに光があるので、僕の顔は今ね、逆光でちょっと暗いわけですよ。ですが、僕の顔を起こしたとしても、奥の方がね、奥のあの、写真ありますよね。あそこが白飛びしてないと。これが、例えば iPhone とかで撮ると、僕の顔をあの露出撮ろうとすると、奥がね、もうバチー飛んじゃうんですよね。光のね、加減でっていう。あの、グラデーションが狭いとね。 なのでそいういった意味で今ねここ僕下でねこのあのフリップじゃないんでどうしてもねバリアングルじゃないんで 1DXM3 はどうしてもこれ下でね 携帯にアプリケーションキャノンコネクト経由でこう画像を見ながら話しているっていう状態で本当はねこの辺に据え置きとかしたらねこうやって完璧に目線合いながら話せるんだな話せるんだろうなと思いながらちょっとまだダミーで撮影してる関係もあってねゆくゆくはそういうふうなここの辺にね上に整えてもいいかなっていうふうにはね思ったりもしてますでも基本はねこれのこういう形で普段は撮るのでこういったねえ、うん、とバリアングルを使ってねだから便利なんですよねこのののバリアングルというのは、ね R、R とか RP、そして 6D あ,あれもね、えっと、最近だとね ZX、うん、なんだっけなごめんなさいソニーのなんか Vlog 用のカメラ出してきていよいよソニーもねあのバリアングルフリップスクリーンにしてきましたよねいよいよねこれだけはねもうとにかくもうパナソニックとかもそうなんですけど便利だからこのね形はね本当に便利。 あのこうやってね自分を収録するっていう上ではねなのでやはりソニーもね追従してきたなっていう感じがありますよね。っていうところで今日はユス・ R ・ RP っていうところの、えっと、映像エンジンデジックエ・エイトが積んである R はねで RP は、えっ、ー、と、ちょっとね、僕わかんないですよね。これも、あ、デジック8なのかなにせよ、CMOS センサーの違い、やっぱりあるなっていうところがね、ね、実に出たかなっていうふうに思っております。で、例えばですか今日の動画をね、見ていただいて、今日はね、1DXM3 で撮影しているので、収録しているので、よりね、1DXM3 もやっぱ、すごいねっていうところが、もしも気づけば、えっ、ー、と、レンズはね、2470の F2.8L2USM ですね。これで収録しております。まあ、最新の装備。で、24mm 側で収録しております。えー この辺まで寄るとね結構後ろがボケてくれるんじゃないかなっていうね2.42.8かで 24mm ってねそういった感じですよね。っていうことでねまあ予想あリやっぱすごいぞとでこれがだいたい今中古で134万ぐらいで買えるのかなまあそこでまあ余市とかでね買えば13万5,000円だっていう言ってるんでマップカメラのね13万5,000ぐらい。 考えるととねやっっぱすすごいいカメラだなっていうところに帰結しますよねそ R5 が出たとしてもやっぱこのカメラはちょっと本当にすごいぞともう本当にあのムービー撮っても綺麗だしいまだにね海外の YouTuber とかもう絶対よそるをしてますよね海外の、まあ、トップ YouTuber の人はよそる、R、で絶対撮ると RP がやっぱねちょっとバッテリー弱かったりとかっていうのもあったりとかでやっぱその。 AF の精度そして色の出方まあキャノンログでも撮れるっていうのが大きいでしょうねあのムービーに関してはねログ撮影して後でカラーグレーディングする時にねより。 ややややりりすすすいいデータって実際にやりやすいですよね僕はちょっとカラーグレーディングはもうちょっといいやって感じでもうこのまま取って出しのピクチャープロファイルスタイル当てたやつをそのままちょっとだけカラーグレーディングして世の中に出しているような状態ですねもうプリセット作ってあるのでそれ用のまあ問題なく今ね世の中に出てるのでいいかなっていうふうにね思ってログは今使ってない状態ですねはいという形で、ね、皆さんも今日も一日健やかにお過ごしくださいそれでは失礼いたします西田航でしたどうも